ルーアン美術館はフランスのルーアンにある美術館である。フランス国内第2位の印象派コレクションを誇る。フランス国家が各地に作った公立美術館の一つで1801年に開館。60の部屋に絵画、彫刻、デッサン、装飾美術品等多くの作品が展示されている。イタリアやフランドル、スペイン、フランスの絵画などヨーロッパ絵画の中には ヘラルト・ダビトの諸女の中にいるマリア、ピエト・ロペルジーノのキリストの復活、フランソワ・クルーエのディアナの入浴、カラバッジオのキリストのムチち、ピエール・プジェの彫刻、ヒドラを退治するヘラクレス、ディエゴ・ベラスケスのデモクリトスの肖像等がある。デッサンのコレクションは3000点ほどが所蔵されている。18世紀の部屋を再現した部分もあり、当時の家具が配置されている。 他には、ピーテル・パウル・ルーベンスの、東方三博士の礼拝、ジャン・オノレ・フラゴナールの、洗濯女たち、ユベール・ロベールの、ロッシュ・ギオン・ジョーの眺め、ドミニク・アングルの、エモン・プジンの肖像等も展示されている。また、ルーアン生まれのテオドール・ジェリコーの作品を集めた部屋も、ある。その他、印象派のコレクターであったフランソー・ド・ポーのコレクションも、あり、その中には、アルフレッド・シスレー、 ピエール・オーギュストル・ノワール、カミーユ・ユピサロ、シャルル・フレション、クロード・モネの作品等がある。また、アメデオ・モディリアーニによる、肖像画やデッサン、彫刻家、レーモン・デュ・シャンビオンの作品、マルセル・デュシャンのオブジェ等もある。彫刻の庭には、ラウル・デュフィの作品などが飾られている。2005年に、フランス絵画黄金の19世紀ルーアン美術館展が開催された。ありがとうございます。